スマイル、イエイイエイ。さあ今回暮らしを快適にするアイテムをご紹介してくださるのはこの方です。どうもイエイイエイはい、ありがとうございます、株式会社インフォメーション住宅産業の上鶴です。今年もよろしくお願いします。お願いします、はい、実は私今年年男でございます。イエイ決まりました。はい、ちょっと相撲神言うとります。年男でノリに乗る株式会社インフォメーション住宅産業の上鶴さん。これまでも外回りの外構工事やカーポートサンルームなどのエクステリアについてたくさん教えてもらいました。今回もこちらの外構はインフォメーション住宅産業さんがしたということで、はい、こちらの紹介ですか。実は違うんです。違うんですか。はい、弊社といえばカーポート、はい、カーポートといえばよいしょ、ポリカーボネートです。なるほど、はい、見えてました。確かに以前もポリカーボネートを使ったカーポートを紹介してもらいましたけど、今日はこちらのポリカーボネートを使って実験をしたいと思います。おでは行きますよ、はい、ワープちょっとつもうしん、わしゃー向かったのは鹿児島市天文館にあるゴルフバーのホールインワン。ちょっとつもうしんちょっとつもうしん飲食をしながらゴルフが楽しめるお店です。お待たせしましたいや着替えました。はい、着替えましたここでは何するんですか。はい、あちらをご覧ください。はい、はい、先ほど運んだポリカーボネートですはい、はい、今からゴルフボールを打ちます、うん、当てます。ポリカーボネートがどれだけ強いか実験してみましょう。あ、なるほど、それでここに来たんですね。はい、じゃあお願いします。じゃあ登ります。行きます、はい、すごいな、すごい打ちそう。もしもポリカーボネートが割れてしまったら上鶴さんにとって大きなマイナスプロモーション。緊張の一打目。あれちょっと待って今の素振りですよね。実はちょっとゴルフ未経験でしていやすごい打ちそうですけどね。ええ、格好から入るタイプですやっぱり初心者の僕が当ててもやっぱ割れないのはもう分かってるんで、あ、もうフルスイングでバシッと当ててもらいましょうかね。えお呼びしていいですか。はい、先生、先生こんな感じでいいですか。はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。プロの先生をお呼びしましたので。ティーチングプロの上久喜田さん、最初から先生に打ってもらえばよかったのに。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい、すごい、ありがとうございます。すごい。それではスローでも見てみましょう。ボールの跡は残るものの、ひび一つ入っていません。すごい、割れてないですね。どうでした。いや、本当正直割れると思ってたんですけど、割れなかったのでびっくりしました。はい、ありがとうございます。すごい、ほら割れですよ、ほら割れてない、割れてない。すごい、この丈夫な素材がカーポートに使われてるんですね。そうなんです。このポリカーボネートがやっぱり強いことによってやっぱりカーポートも長持ちしますし、はい、例えば台風で瓦が飛んできたりしてもですね、安心です。それを伝えたいがための実験だったんですね。ですね、あれ必要でしたかね、はい、やりたかったんです、すいません丈夫さはもちろん、透明な素材なので家に光を取り入れることもできます。またカーポートは冬場の結露を防ぐ効果もあるんだそう。こちらの2台用のエフルージュツイン、はい、税込み工事費込みでなんとこちら36万8000円からご案内できます。さすがです。ディレクタースーパー入れてください営業から仕入れ、施工までを一貫して行うインフォメーション住宅産業。お値段はもちろん施工スピードも自慢。柔軟な対応で
お客様の要望に沿ったエクステリアをご提案します。ぜひ皆さん、ゴルフボールが当たっても割れないカーポートで快適な暮らしを手に入れてくださいね。それではスマイルイエイイエイホールインワン。